新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。というわけで2023年最初の動画となります。明日1月5日のメンテナンスの内容を早速チェックしていきましょう。はい、まず日時が明日1月5日木曜日の13時から15時の予定となっています。そしてガチャの更新で英雄降臨祭極みが来ます。で、今回の開催からガチャ内容や交換所に一部更新を行いますということで、更新内容が1日1回限定で優勝クリスタル ×100 の1回ガチャができるようになります。さらにレッドクリスタルの獲得量を増加、そして英雄メダル交換所に新英雄のかけらが追加されますと。まず優勝クリスタル100で回せるんで、この時点でお得ですし、でレッドクリスタルの獲得量が増えるんでね、まあ、交換所にね結構いいもの最近揃ってきましたからね、それが交換できるようになるのと、新英雄のかけらが来たか、これは結構ありだよね。10個集めるとね、マザー栄翔ということでね、どのユニットでもボーナススキルコストを上げることができる新栄翔のかけらがもらえるんで、これは結構嬉しいですね。で、今回ピックアップされるのが、ベイン、サウザー、真珠ラグレイン、シントメイリで、ウルトラ役がバルメイトとメイリメア、SSL 役がサイカのギルドと天聖女の凱旋。というわけで、まあ、この中でやったら、やっぱまあ、ベインとバルメイトがまあ僕は欲しいかな。ただまあ、1月12日にはね、おそらく、新ストーリーと新ユニットの追加で、1月24日にはおそらくコラボが来ると思いますんでね、まあ今ここでね石を無理に使うのはどうかなという気もします。そしてイベント更新がありまして、現在開催中のグラフローダーに下記の更新が行われます。後半クエストの追加と各種報酬の追加というわけで、まあ、高難度は追加にはならないんだね。で、イベント魔女たちの競争が来ます。まあ、これもね定期的に行われるイベントなんですけれども、もうすでに現在実装されているモンスターユニットに関しては全て開催されてますんで、もう今回も追加なしです。そしてキャンペーンの更新で、新春ラスクラ大抽選会の商品配布があります。まあ、こちらですね、特賞はガチャ1年分とかがありますんでね、ぜひ皆さん明日結果ねアップデートの後に来ますんで、ぜひチェックしてみてください。そしてアリーナキャンペーンの開催があります。アリーナで以下のキャンペーンを開催いたします。勝利時にもらえるアリーナポイント4倍、1日獲得できるアリーナポイントの上限アップ、アリーナポイント交換所に期間限定でアイテムを追加と。ということで、このキャンペーンの時にですね、祈りの星屑のかけらウルトラレアがですね2個もらえますんで、まあ、これはね忘れずゲットしておきましょう。で、ショップの更新がありまして、育成強化セットとクリスタルパックに更新がありまして、でその他更新がありまして、まずストーリーに登場するユニットグラクルのドットを一部調整、これはあれですね、まあ、実装された後の動きに合わせてストーリーの中に、ね、出てくるグラフルの動きを多分調整するんだと思います。あと不具合の修正で、アデルのドットが正常に表示されないことがある軽微な不具合の修正があります。で、それとログイン日数の補正がついに行われます。本メンテナンスは11月24日に発生した Android 版でアプリが起動できない不具合により、ログインができなかったお客様に対して累計ログイン日数と連続ログイン日数の補正を行います。補正対象が以下のすべての条件に当てはまるお客様が対象となります。11月17日0時から11月24日12時59分の間に一度でもログインをしている。11月24日4時から11月25日3時59分、または11月25日4時から11月26日3時59分にログインしていない。11月25日4時から12月2日23時59分の間に一度でもログインしている。なので、まあ、問題があったのがこの24日あたりですよね。24日から25日のあたりに Android 版の方がアップデ後にログインできないという問題があったんですけども、その方に対しての補正がありますと。で、補正内容が11月24日4時から11月25日3時59分と11月25日4時から11月26日3時59分をログインしたものとして扱い、累計ログイン日数と連続ログイン日数の補正を行いますということなので、まあ、その時にですね、累計ログイン日数が切れてしまった方、連続ログイン日数が切れてしまった方をですね、まあ、今回これで修正がされるということで、ね、結構時間かかったんだけどね、今回修正されて本当良かったなと思います。空いてしまった時間っていうのはね、まあ、何かしらのね補填っていうのはね、アイテムとかではできますけども、連続ログイン日数ってね、まあ、その人にとってはまあ記録というかね、思い出とかそういったものも含まれますからね、まあ、これは本当に良かったなと思います。というわけで、新年入って初めてのガチャをしたいと思います。っていうのが、まあチケットね、チケットがぼちぼち余ってます。新春チケットガチャね、17枚もありますんでね、これサクッと回しておきましょう。まあすでにね、グラフルもね、マダーウビスもゲットできてしまってるんでね、そんなに追いかけるつもりはないけれども、チケットはね忘れず回しておきます。まずとりあえずね7連回します。さあ来い。
まあまあでもね、新春チケットガチャでこれでね、結構回してくれますからね。ね、で明日もまたね、配られるよね、そう考えたらね。だらそれはそれでまた回さなあかんので。とりあえず赤はなし。赤はなし。まあ、新年一発目やからね、そういう意味では、いい引きがしたいといえばしたい。お願いします。まあ年末年始ね、おかげさまで本当ゆっくりさせてもらいました。うん、ゲームもしつつだけどもね、もう基本的には家族とゆっくり過ごしてましたんで、今日からぼちぼちですね、まあ、動画撮ったりとかその辺をですね再起動していこうかなという感じです。お願いします。さあ来い。赤くなった。いいよ。さあ新年一発目お願いします。赤玉1個以外青。うーん、雷帝ランスベル、プリズムソウルをありがとう。はい、というわけで新年一発目の動画、明日のアップデート内容のチェックとガチャを回してみたんですけども、何かしら参考になりましたら高評価お願いします。で改めまして2023年になりますと、僕もラストクラウディアのリリースからですねゲーム実況というのを始めましたんで、間もなく4年になるんですけれども、まあ、ぜひ今年もね皆様、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。これがね2023年最初の動画ですんでね、またぼちぼちですね、少しエンジンかけながら動画の更新またしていこうと思いますので、よろしければ明日の動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。